しながら全部自分入るから。俺が加藤君が邪魔だって言ったわけじゃないんだよ。毎年すごくパワーアップしてる。アップしましたね。雪とうしゃ雲海になってるんですよね、この辺雲海になってるよ。そう、いや毎年るんだけど星綺麗だな。そうこれね、増えていってね。ちっちゃな。
雪で反射して葉っぱの裏が照らしてるんですよ、普段は。山は経験ですよ。はい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 。ちょっと見てきて。なくなった。後ろも辞めたんだよね。まあね、テレビ的には辞めたのを正解ですよ。他に行くことないんだけど、こっちはね、やり方慣れたみたいだね。ちゃんと腕組みが棚になってる。
外人に溶けてくるんじゃないかな。はい、ね、いやもう普通の山の山頂超えてるよこの絶景は。うんうん。私はあの広島ですって言ったもので、なんとか取りに行けば、やっぱり仕事ってないって言うから、やっぱりルールはルールやから。こっから1500m 登ったらさ、北海道最高峰の旭岳抜いちゃうぞ。紫らしいな。めちゃくちゃ目に痛い。よっしゃ。すごい勢いで登ってきてさ、昨日のスキンヘッドのお兄ちゃんみたいにあっちまで抜かれちゃったし。よいしょ、すごい綺麗な。東沈むよね。そういう風になってる。え？一番まあ歩くとね、なんかやったら元気になっちゃうんだよね。はいはい。よいしょ。また開きたやろ。ね。おお、あんなしかないよ。うん。来ちゃったって感じ。言ってくれたら、あれだったよなとか言って。
じゃあ頑張るぞ。うん。おお、いっぱいだ。よしよし。元気出た。曲がって左に曲がって右に曲がって左に曲がって右に曲がったところが山頂や。黒い服はダメなんだ。私はすごく苦しかったよね。ないから。で黒い服に全部集めます。だから。違います。そのうちは黒に黒が来てるかとか。そうですよ。だって。蜂の天敵って怖いですから。猫が ああほら海が言わなきゃ。で山頂行ったら全山水平線もあるんですよ。じゃあ山頂からの方とか夏だと思う。まずあれ行ったら北海道全然見えますし、もちろん札幌がまずやばい。はい、四季小樽札幌方面に全部ちょっとビデオ撮るからちょっと早く行きたいけど、はい、頑張って。笑ってんだよ。富士山とは雲は大丈夫かもってな。頑張っていい。ああいいね。
ずっと写真ビデオ回しとくかな。ずっと回して。いけいけ。ずっと降りていくよ。主役ですから。よし。じゃあ上がっていこう。よし。よし。あったね。あれ見たら元気が湧きましたね。はい、一気に取っていくわ。よいしょ。です。3日前か。あの雨が良かったんだよ。で、ね、虫がいっぱい出てきて、その虫のフクっていうのを助けてもらってるから。もうここまで来た。こっちこっち。よし。こっち。このまま真っ直ぐ出ればいい。なんか高い山登ってるっていうイメージあるやろ。はいはい。それであなたもクライマーの世界。クライマーの。知らねえおい。肩栗すごい。すごい。知らねえおいもある。イエーイ。いや今日も駒ヶ岳綺麗。駒ヶ岳向こう昆布岳の隣。よし、こっちこっち。それはちょっと近すぎて。近すぎます。山頂だから、うん、だってね、昨日ちょっと今演技したね。すごいとこ登ってるような感じで、えい、女優だ。いやあ、いいぞ。これね。いやいいです。だからこのカメラの一番の欠点はアップがつかない。はい、だから本当に望遠が取れないんです。テンション高いかもよ。あ？ダメ。あ、まだ。こっちね。外から行って。俺の方に寄っとかないで。アップなるから。アップ。テンション。レアばっかし。3日間。あ、山頂見えた。あ、どこだ？どう？しんどいか？うん。あ、おろし山見えてるわ。あ、2人も。ああ、ね。確かに。よし。はい、山頂行くぞ。体育会でしょ。もう筆がね、体育会で。あと、このね、筆がね、山人の思い出してる。
腕一本5キロあるんだよ。もうすごい腕きたら。あ、しかそれね、座って書いたらダメなんだよ。大会系の酒で。立って。大会だから。どこだよ。寝れないんだよ。するとな、みんなね、一番しんどいとこ騙されちゃうんだよ。はいはい。だいたい下りでね、すごい危険とこ来るとね、こんなとこ登った記憶ないとか言って。またそういう時に僕は変な話で。西からファイヤーがあってたら行けんねんな。もう少しやな。でも本当にできたね。もう 9.5 メートル。どうもありがとうございます。
ほど。おーおおおおタイムラプスみたいや。
運転な。あ、見えたね、山頂。やっぱね、この10年ぐらいで山頂見えたみたいなことないんで。両端なんば行け、走れ、早い、おかしいやろ、おかしいよ、あの人いいより早い、いいより早い。あ、面白かった。あ、ほらほら、あそこあそこ、あそこは登ったんだよ、山頂。すごいやろ。向こう行こう、向こう行こう。あの、中川さん待ってる方に。はいはい。うん。